にちは、ビースト村山です。今回のテーマはオーバートレーニングは実在するのかです。どうぞよろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけども、オーバートレーニングについてですね、ちょっとご説明をしていきたいなと思って今このビデオを撮っています。っていうかですね、オーバートレーニングって何なのっていう人もいると思うんですよ。オーバートレーニングなんですけども、いわゆるね、仕事で言ったらオーバーワーク、働きすぎと一緒でして、トレーニングをしすぎてしまって疲労回復が追いつかない状態、もう具体的にはね、慢性的な疲労とか、あと食欲不振とか、体重が減りすぎるとかね、そういったものがオーバートレーニングの現象として、起きています。で、このオーバートレーニングなんですけども、人によってはね、いやいやオーバートレーニングなんてそう簡単にならないから、もうそんなの考えなければガンガントレーニングしろよっていう人もね、たくさんいます。もうこれね、本当に私自身も過去にはそう思っていました。っていうか、オーバートレーニングが自分自身に起こるなんてね、全く思っていないわけですよ。だってトレーニングのしすぎですよ。自分よりもっとトレーニングをしてる人を見てきてるのに、いやまさかね、自分がなるとか思わないじゃないですか。ただ実際蓋開けてみたらですね、実はオーバートレーニングっていうのはもう存在するんですよね。そして私自身もね、やっぱりなっていたんだなぁと今思えばですよ、今思えばそういうこともあったんだなっていうのを本当に感じています。つい最近もですね、山本由伸さんとのパーソナルトレーニングの時にお話をしていたんですけれども、今現在体重が69キロ台なんですね。で、69キロって本当に私大会直前ギリギリにならないんですよ。で、最後に例えば水抜きとか、塩抜きとかをして67キロ後半とか68キロ行く、昨年なんかはね70キロぐらいだったんで、そもそもこの体重にもなっていないんですよ。今までの減量ですと、この時点で結構有酸素運動やってるんですよね。去年はヒットを入れて、もうトレーニング後にですね、もうグワーってバイクこいでやってましたね。その時は確か20秒こいて40秒のインターバルか、それをかける6から8本やってて、もうかなりヘトヘトでしたね。もう毎回ね、もう爆睡っていうか、もう本当に全身疲労で辛かったです。その他にも朝ウォーキングしたりしてたんですけども、今回ね、一切有酸素運動してません。はい、一切やってません。今のところまだゼロです。もしかしたらね、これから取り組むかもしれませんが、今のところはゼロできています。しかも今回病気になりまくりで、そもそも入院してしまったし、でその後も気管支喘息で寝込んでしまったし、その後は胃腸炎で寝込んだしみたいな感じで、トレーニングのね、回数自体がすごく少ないんですよ。例年であればもうこの時期って週6から連続8回のトレーニングとかバンバンやってますね。はい。で、どんなに疲れていて もうヘロヘロでもやると。もうなぜなら自分の頭の中でオーバートレーニングなんてもう自分には起きないと、そういう考えがありましたからね。ただ今回実際蓋を開けてみると、トレーニングの回数なんて週、3から4、さっき言った病気の時なんてね、週1ぐらいみたいな感じですし、トレーニングできてないんですよ。できてないにもかかわらず体重の減少はすごくスムーズ。もちろんね、今回体重増やしすぎてないっていうところもあるんですよ。いつもだったら84キロぐらいまで体重増やしてんのを、今回マックスでも78キロ、大体は77キロぐらいでちょっと安定させてたんで、そもそもの体重は軽いっていうのも確かにあります。あるんですけれども、それを差し引いてもスムーズに随分ね、こう体重が落ちるなと、そういう話を山本さんとしていたんですけども、やっぱり今までってオーバートレーニングだったんですかねって話をしたんですよ。そしたら山本さんが、疲労が回復しきれずパフォーマンスが下がっていったので、オーバートレーニングだったんでしょうねっていうふうにお話をされていて、あ、やっぱオーバートレーニングってあるんだなってしみじみ思ったんですよね。でもこれって私だけではなくて、精神的に強い人だったりとか、あと真面目な人ほど陥りやすいと思うんですよ。だってトレーニングしすぎるっていう限度が、やっぱ自分の物差しだと測れないじゃないですか。ただ今回やってみて分かったのが、例えば足のトレーニングなんかを今2回に分けてるんですね。っていうのが、今までだったら足のトレーニングで2時間、もう過去にはね3時間ってやってたんですよ。いやいや、そんなダラダラやったってって意見も当然ありました。ただ私としては、もう本当に疲労の限界、もう虚脱感、もう汗が引くぐらいっていうんですかね、もう本当に一生懸命やってたんですよ。ただ結果としてそれがいいか悪いかよく分かんなかったんですけども、スクワットの重量も伸びていきましたし、足も太くなっていったので、悪くはなかったかなとは思っています。
ただ今のやり方っていうのは、今ケツと足っていうのを具体的に言うと分けてるんですけども、もうケツだけでも、まあ今日もやったんですけどね、もう結構全身疲労すごいんですよ。で、この疲労を考えた時に、ああ、十分トレーニングできていたんだなっていうふうに思えているんですよね。で、今から、まあ3日後、4日後ぐらいに今度足をやるわけなんですけども、まあ、このぐらいしっかり区分けしても、この疲労感があるっていうことは今まで相当無理させてたんだなっていうふうに感じています。そして今までいくらヘロヘロの状態でも、もう本当にね、休まずやってたわけですよ。で、減量の後半、体重が落ちない。マックスが落ちる。もういくら減量しても皮膚感が悪い。まあこういった状態がずっと続いていたんですけれども、まあ今回、まだ絞りは足りてません。足りてませんが、まだそこまで言うほど皮膚感が悪いとか、なんかそういう状態には陥ってないかなと思うんですね。まあさすがにちょっと疲労は溜まってきてて、なかなかこうモチベーションが上がらない時なんかもあるんですけれども、そうは言っても、今まででは一番いいペースで減量ができてるんじゃないかなと思っています。まあですので、減量方法をね、どうこうというわけではないんですけれども、オーバートレーニングって意外と身近なものなんだなっていうのを感じています。だからこのビデオをね、今見ているトレーニーの方々も、実は、あ、俺オーバートレーニングだったなっていう方もね、絶対いると思うんですよ。まあそこで私が提案するのは、やはりね、しっかり休むっていうことですね。オーバートレーニングっていくつかフェーズがあって、急にオーバートレーニングになるわけじゃないんですよ。やっぱり、だんだん疲れが取れなくなってきたりとか、そういった予備要素っていうんですかね、そういったものがあるんですよね。ただそれを無視してトレーニングをし続けると、なんか休んでももう回復しないような状況になってくるんですよね。ただそれを気持ちでカバーしようと思って、いくらトレーニングをしても、パフォーマンスってどんどん下がってしまうので、勇気を出してね、休んでみてください。はい。まあ、どのくらい休むのかっていうと、1週間ぐらいもう休んでみてください。1週間休んで回復するかっていうとわかんないんですけども、1週間ぐらい休むと、だいぶ私としてはパフォーマンス戻るなっていうのを感じています。で、その間っていうのは、もし減量中であれば、もちろんね、減量食を続けてもいいんですけども、一発チートデー、まあ、いわゆる私で言うカーボデーですね、そういったものを入れてもいいと思いますし、マッサージ行ってもいいと思いますし、もうとりあえずね、もうゴロゴロして回復に努めてください。そうすることによって、必ずパフォーマンスが回復して、まあ、結果いいトレーニングできるし、結果いい減量もできると思います。今回、オーバートレーニングっていうテーマだったんですけども、本当に、他人事ではなくて、皆さんの身近にあるものですので、そして今ね、すごく暑くなっていて、夏バテにもなりやすい時期になってきました。ですので、大会に出てるトレーニーだけではなくて、本当に一般的にね、健康のためにトレーニングしてる方々なんかも、なりうる可能性は十分ありますので、ぜひね、気をつけていただいて、いいトレーニングをね、続けていただければと思います。今回は、オーバートレーニングっていうテーマでお話ししたんですけれども、もしね、何かご質問等ございましたらコメント欄にお願いします。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報などを公開しております。もしこの動画楽しかった、参考になった、もっと見てみたいと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、大野拓郎さんのトレーニングの様子はインスタグラムにて公開しておりますので、よかったら見てください。私が主催をしているお肉を食べる会、筋トレセミナー、ダイエットセミナーは不定期なんですけれども、Facebook ページでエボン24と検索していただきますと、こちらもご参加できますので、よかったら遊びに来てください。今回もありがとうございました。